ていよさんもこんにちはえっ、ー、とゆうきさんもこんにちは来てくださってありがとうございますありがとうこんにちは皆さんこんにちはちょっとねこのこの枠がねあのもうだいぶ時間がないんですよね時間がなくてちょっとね何分だったっけ25分までそう25分までなんですよなのであんまりそうそうそう時間が取れなくてですねちょっとい,いろいろどうしようかって悩んでます <laughs> えっとあしみちゃんさんこんにちはそしてえっ、ー、となかなかさんもこんにちはおお那覇さんお元気ですか那覇んさんもお元気ですかって感じなんですけどもう本当に本当にお昼休憩中だよね皆さん来てくださってありがとうございますありがとういやだいぶちょっとね時間がないからどうしようかなって思ってるんだけどあえー、とあブラウニーさんブラウニーさんえっ、ー、とカウントありがとうございます ありがとう。そして、えっ、ー、と、あ、スレッジハマーさん、えっ、ー、と、カウント、ありがとうございます。ありがとう。そして、えっ、ー、と、あ、マイマイさん、マイマイさん、そして、えっ、ー、と、あ、えっ、ー、と、待ってね、初つがさん、初つがひよこさん、えっ、ー、と、星とカウント、ありがとうございます。ありがとうございます。えっ、ー、と、つーさんも、えっ、ー、と、カウント、ありがとうございます。えっ、ー、と、ていおさん、えっと、カウント、あ、違った、カウントか、ありがとうございます。 あえっ、ー、と、那覇ンさん、そして、えっ、ー、と、猿の腰抜けさん、そして、うん、大丈夫か、そんな感じか、マープーさんも、ありがとうございます。星、ありがとう。いやーね、ほんと、遠くの方から投げてくださってる方も、ありがとうございます。ありがとう。うん。えっ、ー、と、あ、圭介さん、こんばんは、こんばんじゃない <laughs>。 <laughs> めっちゃ間違っちゃうこんにちは来てくださってありがとうございますいやーどうしようかなどうしようどうしよううんとりあえずとりあえず朝やった企画と同じようにお絵かきでもしていこうかなと思いますなんというかね、うん、お絵かきしかないかなもうこんな多分短時間でね楽しめるのは多分絵しかない <laughs> もう絵しかないと思うもう本当に時間が少ないので本当にねあのー 一応、ね、あの25分にね終了する予定なんだけどなんだけどね壇上とかあとギフトとかも読む時間がちょっと結構ないと困るから20分にはちょっとね壇上とか読み上げないと間に合わないっていう計算になっちゃうちょっと今までの配信とかや,やってくうちに分かったことはそんな感じであえっ、ー、とあ埼玉のおじいちゃんさんハートありがとう嬉しいありがとねありがとう,、ねありがとう 嬉しい嬉しいありがとうそしてあ埼玉のおじいちゃんさんファイトもありがとうありがとうありがとう一発ありがとうね頑張るありがとうあえっ、ー、と増田さん増田さん音符ありがとうね音符ありがとう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 あえっ、ー、と大輔さんこんにちはこんにちはあっワッピさんもこんにちはこんにちはこんにちはすごい来てくださってるなんかさ夜とかもさ来てくださってる方がさ この時間にもさ来てくれて本当嬉しいお昼とかねよいしょよいしょうんそんな感じかなえっ、ー、といけぴさんえっ、ー、と2度目の訪問ありがとうございますボイスラボ東京7期生の梅本泉と申しますよろしくお願いします現在イベント参加中でございますでねでね自分ねあのこの,あのテクノロイドのこの写真があるじゃないですかイベントページのこの写真が ね、あると思うんですけれどもこのね写真をねあの撮って予選だったっけ予選のやつをね私貼り付けてたんですよあのプロフィールなんて言ったらいいんだろうアイコンなんて言ったらいいんだショールームのさ画面のなんて言ったらいいんだろう配信画面っていうのかななんか予選のまんまになってたんですよ <laughs> それが予選のまんまになってたからさっきちょっと写真撮り直して画像編集してあの決勝にすり替えといた。<laughs> もうね完全にミスってたえっ、ー、と竹本さん2度目の訪問ありがとうございますありがとうありがとうありがとうよしまあてな感じでちょっとあの自分の配信をね見直してみたらかなりちょっと早口になってたから気をつけます <laughs> やばいと思ってこれはさすがにやばいと思ってちょっと気をつけるえっ、ー、と 大木正義さん、えー、初訪問ありがとうございますありがとうそしてラキオンさん来てくださってありがとうございますボイスラボ東京7期生の梅本泉と申します現在イベント参加中でございますテレビアニメの出演権をかけたイベントでございますでねあのありがたいことに決勝まで進むことができましてですね見事1位を取るとえっ、ー、とオーディション 券がえっ、ー、と確定ということでオーディションの券をね今えっ、ー、と目指しておりますなので1位を目指しておりますぜひ応援よろしくお願いしますいやーねーアニメ声優さんになりたいからもう声優デビューできるチャンスチャンスもうわかんない本当にねこのチャンス逃したら次もねあるかどうかっていうのがもうわかんないからさもう もうこれは絶対つかんどきたいなってえっ、ー、とあっいのっちさんこんにちは来てくださってありがとうございますえっ、ー、初見さんだ嬉しいありがとう来てくださってありがとうございますあいのっちさんありがとうフォローありがとうございますやったね嬉しいありがとうコメントまでいただいちゃってフォローまでいただいちゃって本当にありがとうございますやったやった そしてえっ、ー、としめじじさん初訪問ありがとうございますぜひぜひねゆっくりしてってくださったら嬉しいですちょっとねこの配信がだいぶもう時間帯がやばいんですもう2 0二十分ぐらいしか喋る時間がなくて25分までなんだけどちょっと24分には終わらないといけないからほとんど時間ないで次の枠は えーと、17時17時となりますうんこんな感じああとちょっとねちょっとお絵描きしたいと思うんですけど ちょっとお絵かきしたいんだけど、まあ、何かリクエストがあればでもねこの時間ねもう皆さん多分星とかカウントとかでもうかなり忙しいと思う <laughs> だからあんまりコメントとかもあのそんなそんな暇はないよっていう感じだと思うからもうコメントできる方がいらっしゃったらリクエストとあとまあ もう最悪いなかったら自分で何か書いとく <laughs> 何か書いとこうと思うでも基本的にはちょっとねコミュニケーションとかも大切にしていきたいお、J.Y. さんありがとうハートありがとうございます J.Y. さんありがとうハートありがとね嬉しい本当にありがとうお昼からね頑張ってくださってる本当ありがとう えっと、あ、きびさん、ありがとうございます。カウンターありがとう。あ、50終わった、終わった。お疲れ様です。ありがとうね。そして、えっ、ー、と、あ、はがひよこさん、カウンターありがとうございます。あともうちょっとで終了だね。ありがとう、ありがとう。あ、ゆうきさん、カウンターありがとう。そして、まいまいさん、えっ、ー、と、あと、BPM188 さん、初がひよこさん、えー、星ありがとうございます。ありがとう。よいしょ、よいしょ。うん、そんな感じでちょっと。 適当に絵でも描くかどうしたらいいと思ううん。えっ、ー、とコミュニストさん、えー、と2度目の訪問ありがとうございます。そしてヤウさんも訪問ありがとうございます。オゾセさんもありがとうございます。ありがとう。よいしょよいしょ。そんな感じで何か私今からお絵かきするんですけどリクエストがありましたらぜひぜひねコメントお願いします。まあ何描いたらいいんだろうねとりあえず。 おえー、とゆきさんカウントありがとうございます。有丸さんありがとうカウントそしてスレッチハマーさん安田隆さんそして BPM188 さんありがとうありがとう星ありがとうあありがとう園田さんありがとうねさっきの流れ星ありがとう流れ星とてもとてもありがとうですありがとうあありがとうございますそして埼玉のおじいちゃんさんもだるまありがとうね本当にありがとうありがとうありがとう。ありがとう んね、さっきねまた自分ね今ね抑用ね観察観察研究中なんですけど話し方抑用自分ね結構ね抑用ないタイプで今研究中なんですけどねまあ、ちょっと新しいアニメでも見た方がいいんじゃないかなっていう結論に至りまして今ねそれで研究してるのがね今ね芹沢優さん声優の芹沢優さんがすごくね私大好きで芹沢優さんの話んの ななんか作作品品で明るい作品見たいたと思って探してたんですよで探してたらうん「プリちゃん」「プリちゃん」っていうアニメがあるんですけど「プリティシリーズのプリちゃん」っていうアニメがあってそれまだ見たことなかったからちょっとね見てみたらねやっぱりね可愛かった <laughs> やっぱ可愛かったえー、っとあさみんさんありがとうカウントありがとうありがとねありがとうそして誰かカウントしてた してたけど消えちゃったかもしれないあはるさんだはるさんありがとうありがとうちょっと待ってじゃあもうだからちょっと待ってねだからちょっとプリちゃんのプリちゃんのアンナちゃんでも書こうかな <laughs> なんかちょっとね記念記念としてプリちゃん見始めました記念としてちょっと書こうかなと思ってるよしそんな感じでえっ、ー、とこうたさんこんにちは来てくださってありがとうございますえー、そしてえっ、ー、とリーニさんそしてジョエルさん おありがとうございます。来てくださってありがとう。そして、ゆきくんさん、えーと、星ありがとうございます。えっ、ー、と、しみちゃんさんもありがとうございます。水族館さんもありがとう。 うん、そしてマープーさんカウントありがとうございますえっとピカさん2度目の訪問ありがとうございますちょっとどうしてもねあの全部読もうと思うと早口になっちゃいますちょっとお許しくださいえっとあしげるさんこんにちは来てくださってありがとうございます土踏みさんも初訪問ありがとうございますお,おいちゃんさんこんにちは <laughs> こんにちはだねちょっと待ってねプリちゃんのアンナちゃん書くから。 よいしょ全部かわいすぎてやばいですねやばいなアンナちゃんめっちゃかわいいなえっ、ー、とえっ、ー、と待ってねちょっと待ってね韓国語の方これなんて読むのかなぜひぜひね教えてくださったら嬉しいですアンニョン さらんへよ <laughs> 急になんかナンパみたいなことをし始めるえー、っとあゆうこさんゆうこさんえー、っと星ありがとうございます星ありがとうプリちゃん面白いうんなんかねすごくね面白いなんというか今時なんか YouTuber さんみたいな感じの活動みたいな感じのことしてたなんか動画を撮ってみたいなそ,れその反応でみたいななんかそのなんだろうそんな感じだった っていう内容だった。でもアイドルなんですよ。あいちごジャムさんえーと2度目の訪問ありがとうございます。そしてしずくさん来てくださってありがとうございます。ちょっと待ってちょっと待ってループかもしれない。ループかもしれない。よいしょよいしょ。よしそんな感じでちょっとアンナちゃん書いていこうと思うでね。まだ2話とかかな。2話とかしかね。見てないからあんまりね。登場してないけど。多分。 登場するのかな今後今後は多分あんなちゃん会とかもあるかもしれないからねすっごい楽しみ、ね、ちょっと今時だったエモいって言ってた <laughs> エモいって言っててもあ今時と思ってエモいエモいだったえっ、ー、と,、えーと,えー、とキッピーさん、えー、と初訪問ありがとうございますぜひぜひごゆっくりしてってくださいごゆっくりミライちゃんも可愛かった主人公のねピンクの髪のね未来ちゃんっていうキャラクターがいるんだけど みらいちゃんもねすごいね抑揚がすごい子で抑揚がすごいというかあの明るい子明るい子だからねめちゃくちゃ私は声真似をしながらちょっとアニメ見てましたアニメを見て声真似をして学んでいく <laughs> っていうスタイルでアニメも楽しむっていうおトラトさんいいじゃんみーありがとうありがとうトラトさん来てくださってありがとうございますゆっくりしててねえー、っと と秋吉さん来てくださってありがとうございます。そして、と、ブタブタさん、大輔さん、ありがとう。ちょっと待って <laughs>、ちょっと待って、14分だよ。これどうしよう。アンナちゃんってどれが普段の格好なんだろう。ちょっとね、ちょっとまだ見始めたばっかりで、どうしようかな。どのアンナちゃんがいなんかな,なんていうかふ、普段のアンナちゃんの格好ってどれだろう。ちょっと待ってね。そういのないかな。書きやすい感じのやつ。 うううんうん、うんそう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 もうねず,ずっとねもうねもうな,なんていうかもう2 0二十分ぐらいしか時間がないからちょっと待ってねちょっと待ってねどれにしようかな早く決めないと本当に時間がない <laughs> 本当に本当に時間がないのでちょ,ちょっとね私が書きやすい顔の向きというのがありましてそれを探してる。 ちょっと待ってね。あ、これにしよう。これにしよう。ちょっと猫耳のアンナちゃんいたからこれにしよう。えー、っと、よいしょよいしょ。待ってね。遠くの方から星を投げてくださってる方、ありがとうございます。そして、ブラウニーさん、えー、っと、星ありがとうございます。佐藤千さん、チャックンさん、ゆうこさん、ケいスけさん、えー、っと、星じゃなかった。えー、っと、カウントありがとうございます。ありがとう。えー、っと、ラジオネーム、アリンコさんも星ありがとうございます。ありがとう。 あありりががととううそして JY さんもありがとうございますちょっとね雑になっちゃって申し訳ない読み方がすごいすごい雑になっちゃってでもねちょっと読む読むということをできる限りの方を読むということを優先させてほしい <laughs> 2993星ありがとうちょっと待ってねもうアンナちゃんをね急いで書く作業に移りかかりますからちょっとお待ちくださいちょっとお待ちいただけたらあこれ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 しよう,これしようちょっと画質悪いけどちょっとアンナちゃんを急いで書くという作業に移り移ります 何,何,何かを何かをやり遂げたい。ちょっと <laughs> 何かをやり遂げ配信だね、これ。よし、書こう。と大きめに書いちゃおうかな。大きめに書いた方が多分分かりやすいと思うので。大きめに。あんなちゃんはこんな感じで。えー、っと、垂れ目っぽいね。ちょで,でかすぎ <laughs> ちょっとこれでかすぎた ま,まあ、いいかまあまあ大丈夫大丈夫えっ、ー、とゆみりんさんそしてあけとねさんあけとねさんだってる読み方えっ、ー、と初訪問さんありがとうございますありがとうあきキピさん嬉しいうんちらふるのお届けえ,えいいのありがとう本当にありがとうえすごい初見さんふるえいいのありがとう本当にありがとう嬉しいありがとうねありがとうキピさんありがとう助かるよめちゃくちゃ助かるありがとうね そしてえー、とコテンさんあコタンさんだんコタンさんコタンさんコタンさんありがとうございます来てくださってねありがとうあマルクさんも遊びに来てくれてありがとういやーねすごいね嬉しいお昼時にありがとうちょっと待ってねちょっと待ってちょ,ちょっとこれこれをちょっとあのイラストを描いて終わりたいというこの目標をね達成したいなちょっと頑張るねちょっと頑張る。 頑張って、ちゃんと皆さんのコメントも読んでいけたらいいなみたいな、うん、そんな感じです。もう欲揚がない。欲、欲用出せ。欲揚出しなさい。ちょっと待って <laughs>。えっと、待って待って。え、こ、こんな感じか。え、よいしょよいしょ。うん。見え、見えますか見えますかえっ、ー、と、プリちゃんのね、アンナちゃんを書いております。アンナちゃん。芹沢優さんのね、あの声が芹沢優さんなんです。ちょっと待って。 でこのアヒル口みたいなこういう猫みたいなこういう動物みたいな口がねポイントの子でめちゃくちゃ可愛かったちょっと待って待ってでもねこんなね可愛いお顔しててねちょっと生意気なキャラなんですよ <laughs> ちょっとね生意気なキャラがめちゃくちゃ可愛くてちょっと待って待って前髪前髪はねおン,ンマイですおンマイちゃんですおンマイちゃんでもう適当に描いちゃいます手癖手癖こんな感じだったかなこんな感じで。 よよいしょよいししょょ。うん書きづらいとてもとても書きづらいとてもとても書きづらいんですけど書いていきますよしてよいしょよいしょこんな感じかこんな感じかよいしょよいしょな斜めから書きづらいなよいしこんな感じでいっかでこうでえっ、ー、と耳がこうやってあってでこうかこうかこうか,こうかいいはいはいはいこんな感じ ちょっとねデザインが違ったら申し訳ないんだけどこんな感じでよよよよよよよ <laughs> 書きます書いていきますでここに帽子があるんだけどこれはもう適当ですバラも適当に書いちゃいますははは急げ急げーちょっと待ってー急いで書くねえっ、ー、と待って今19分、うん、いい感じいい感じペース的にはすごくいいですよし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 ,よしでで こうだ、こうだ。思いっきり高いツインテールをしております、アンナちゃんは。よしで、こうだね、こうだね。で、こうだ、こうだ。で、こうですね。こうなっておりました。よし。で、こっちもこうですね。こんな感じで。うん、可愛いい愛いい。あー、待ってまだまだ、まだちょっと待ってくれ。ちょっとこんな感じです。で、えーと、待って、こでこうで、こうで。こうで、こうで。あー、ちょっと待って。ここで、ちょっと待って。 ほほ間違えた間違えたよいしょ <laughs> こんな感じだよいしょよいしょほっほっほっほで眉毛はこんな感じかなよしできたかなできたかなそれ完成かなよいしょよいしょうん完成完成しました皆さん完成しました完成しましたちょっとなんかぶちゃいくかもしれないけどできた <laughs> やだ待って でででででで。う,うん。できました。なんとかできた。できました。できました。皆さん。あんなちゃんです。あんなちゃん。いや、かけたかけた、やっとかけた。いや、よかったよかった。間に合った間に合った。いし社よいしょ。 よし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 ということで描けました CV 芹沢優さんの赤木あんなちゃん描けました完成です完成ですパパパパチ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 ありがとうありがとうねそう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 小動物みたいな本当に小動物みたいな感じですごいねなんか,かん感情のふれふれ幅もなんか揺,れ揺れがすごいというかもう本当に本当にね表現豊かな子っていう感じのキャラクターでねすごい可愛かった。 そうちょっと生生意意気気ななんでですよちょっと生意気キャラで <laughs> なんかめっちゃなんかね挑発系キャラみたいな感じ <laughs> めちゃくちゃ可愛いからねもう是非是非皆さん一緒にプリちゃん見てみましょう <laughs> こんな感じでまた何かねあの新しい発見があったらまた何か書いたりとかしたいと思いますちょっと待って21分だやばいやばいそろそろねちょっとごめんね皆さんあの皆さんの「こんにちは」とかカウントとか何かいろいろ読めなくてえー おいちゃんさんはるさん、星ありがとうございました。ということで、ちょっとね、あの一旦壇上を、えーと、はるさん、あはるさんあ、違う、えっ、ー、と、あはちょっとって。 マルクさんマルクさんハートありがとうございましたちょっと待ってねちょっとだだだだだんじゃう読みたいと思いますいきますえっ、ー、と、13位、マートさんありがとうございましたそして12位は、園田さんありがとうございましたそして11位は、サミンさんありがとうございましたそして10位は、松本坊さんありがとうございましたそして9位は、結城さんありがとうございましたそして8位は、埼玉のおじいちゃんさんありがとうございましたそして7位は、キッピさんありがとうございましたそして6位は、 ゆうきくんさんありがとうございました。<laughs> そしてえーと五位はえーと二十九九さんありがとうございました。 そして4位は、しみちゃんさんありがとうございました。そして3位は、水族館さんありがとうございました。とてもとても今日は来てくださってありがとうというか、いつも来てくださって、本当にありがとうございました。そして2位は、662BPM さんありがとうございました。BPM さんもね、本当いつも来てくれてありがとう。お昼もね、来てくれるなんて優しいね。ありがとうございます。そして1位は、JY さん。JY さんも本当にありがとうございました。もうね、本当にね、いつもいつもね、応援してくださってて本当に嬉しいです。もうね、時間をね、あの、空けて来てくださっ ほん当にありがとうありがとうねもう本当に本当にありがとうございましたということでいや間に合ったか間に合った間に合ったよかった間に合いました皆さん間に合ったよもうなんとかなんとか本当にごめんね本当にめちゃくちゃ高速高速でごめん早口ごめん えっと、猫の奴隷さん、はるさん、ブラウニーさん、星、最後までありがとうございます。ありがとう。あ、ゆうきさん、ありがとう。すごい、ありがとうね。もう、壇上読んでる途中で投げてくださってたよね、絶対。ありがとう。本当に嬉しい。ありがとうね。ハートと、あと、バラちゃんも、ありがとう。ありがとう、ありがとう。本当に嬉しかった。お昼の配信も、え、嘘そうそ、うそ、うそう、うそ、あ、そういうことか。うんうん、うん。 でも、あともうちょっとでアバター券もゲットできそう。<laughs> 一周アバター券かと思ったけど。いや、これも達成できたから嬉しい。ということで、ありがとうございました。よし、よし、ありがとうございました。皆さん、ありがとう。来てくださって、ありがとう。394人の皆さん、ありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。